いつもご視聴ありがとうございます。臨港パークに来ています。イワシとサバに飽きたので今日は夜釣りに来ています。何が釣れるか楽しみです。夜7時から11時までの釣りです。餌はイワイソメを使います。イワイソメは初めて使います。青いソメの2倍の値段です。高い分釣れることを期待します。2号の針と 1.5 号のハリスです。最初のヒットです。何でしょう。20センチサイズのクロダイです。ん、そう、ちっちゃいやつね。隣の釣り人さんからおめでとうございますなんて言われてしまいました。2回目のヒットです。今度は何でしょう。また小さなクロダイです。キビレかもしれません。3回目のヒットです。これもクロダイかキビレです。4回目のヒットです。これも小さなやつです。5回目のヒットです。今度はメバルのようです。何でも釣れれば楽しいです。6回目のヒットです。これも小さいやつです。7回目のヒットです。これも同じようなやつです。今日の釣果は7匹、結構楽しめました。大物はなかったけど、こんなに釣れたのは初めてです。明日も来ようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。